はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、一括競売民法389条について解説いたします。で、一括競売っていうのは、まあ、一括競売っていう言い方もするんですけども、抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合の話です。つまり更地に抵当権が設定されて、その後建物を建てたという状況です。そういった場合、抵当権者、まあ、つまりこれは土地の抵当権者ですね。土地に抵当権を設定してもらった人は、土地とともに建物も一緒に競売することができますよ。競売にかけることができますよ。という内容です。で、ポイントは、更地に抵当権が設定されて、その後建物が建てられた場合に、一括競売の話になってくるんだ。というところなんですね。これ前回の法定地条件のところで解説したんですけども、法定地条件については、土地と建物が存在している状況で土地だったり建物とかに抵当権を設定した場合の話なんです。で、今回の一括競売っていうのは、建物が存在していない状況で土地だけに抵当権が設定された場合の話なんですね。ここの違いはきっちり頭に入れておきましょう。で、この場合、更地に抵当権が設定されて、建物が築造された、建物が建築された場合、抵当権者は、抵当権を設定した土地だけじゃなくて、建物も一緒に競売に出せるんだという話なんですね。で、二つ目のポイントとしては、競売することができると書いてあり、これは任意なんですよ。義務じゃないんです。絶対に、一括競売しなければならない、土地と建物を一緒に競売に出さなければならないというわけではなくて、抵当権者が一緒に競売に出したいというのであれば出してもいいですよっていう話なんですね。まずちょっとここまでをですね、こっちの図で解説していきたいと思います。まず A さんが土地を所有していました。で、 A さんは B さんからお金を借りて、 B さんのために抵当権を設定しました。まず土地はこれない状況なんですね。これあったら法定地条件の話になってくるので、今回は更地です。で、その後抵当権を設定した後に建物が建てられました。まあ、今回 A さんが建物を建てました。で、その後ですね、 B さんがじゃあ競売に出したいと思った時、 B さんは土地と建物、この2つまとめて競売に出すことができますよと、まあ、いう話なんですね。で、これなんでこれ一緒に競売に出すことができるようなルールになっているかっていうと、先ほどもお伝えした通り、これ法定地条件の話ではないって言いましたよね。つまり、これもし土地だけ競売に出してしまうと、まあ、土地だけが所有者変わるわけですよ。例えば、土地の所有者が C さん、建物の所有者が A さんってなりますよね。で、そうなってくると、A さんが所有する建物っていうのは土地を利用する権利がない状況なんですよ。だから C さんから土地明け渡してください、その建物を壊して土地明け渡してくださいと言われても、これ拒むことができなくなっちゃう状況なんですね。また C さんとしては、土地だけ享楽した後に建物が別の所有者のものになっているってなってくると、まあ面倒くさいんですよね。例えば自分で使いたいと思った時、出てくださいって請求しなきゃいけないし、出ていかないってなってくると、まあ、裁判をしなければならないっていう面倒くさい手続きになってくるわけですよ。で、そうするとやはり土地だけ買うという人もやっぱ少ないんですよね。であれば、もうまとめて競売にかけちゃった方のが、買う人は買う人で、まあ、どっちも享楽するわけだから、土地と建物の所有者が異なるということはないですよね。また A さんとしても、これ売却することによって、その売却のお金っていうのは自分に入ってくるんですね。自分に入ってくるわけなので、別に A さんは不利益は生じないんですよ。なので一括競売できるっていうようなルールがあるんですね。そして条文では続きがあって、ただし優先権は土地の対価についてのみ行使することができるって書いてあるんですね。これどういうことかというと、例えば A さんが B さんから1000万円借りていましたと仮定します。そうすると、非担保債権って1000万円ですよね。抵当権の大元となっている債権、つまり抵当権で保証されているのは1000万円です。で、競売にかけて土地が800万、建物が600万円、合計1400万円で落札されたと仮定した場合、今回抵当権を設定しているのは土地だけですよね。土地だけだから、土地の対価、この800万円のみ
B さん配当されるんですよ。つまり1000万円貸して、この800万円のみ配当されるんですね、B さんは。そうすると、残り200万円、これは無担保の債権として残るわけなので、で先ほども言った通り、この600万円っていうのは A さんに支払われるので、まあ、B さんは A さんに対して残り200万円請求すると。その残り200万円残債残っているわけだから返してくださいっていうふうに後で請求するといった流れになります。まあ、これが一括競売の話なんですね。ここはしっかり法定地条件と対比して頭に入れておきましょう。法定地条件は土地と建物が両方存在する状況で土地または建物もしくは土地と建物両方に抵当権を設定した場合なんですよ。で、一方で一括競売っていうのは建物がない状況、更地のみに抵当権を設定した場合の話です。ここはしっかり切り分けて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。